こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回は毎日食べても飽きない全粒粉入りのシンプルな丸パンをご紹介します。発酵を待つ間に完成する、電子レンジで簡単に作れるリンゴジャムも作りますので、ぜひ最後までご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、ライ麦全粒粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れてぬるま湯を注いでいきます。カードで粉と水分をよく混ぜ合わせます。ライ麦全粒粉は全粒粉に変えていただいても同じようにできますので、手に入りやすい材料で作ってみてください。よく混ざってくると柔らかくベタベタした生地になってきます。生地に凹凸がなくなるまで混ぜたらこね上がりです。生地を容器の中心に寄せて2倍になるまで発酵させます。生地が発酵している間に紅玉というリンゴを使ってピンク色のジャムを作っていきます。リンゴ2個は皮を剥いて四つ割りにして芯を切り取り、さらに3等分にして5ミリの厚さに切っていきます。耐熱ボウルに入れて砂糖を加えて全体を混ぜ合わせます。砂糖がよく混ざったらリンゴの皮をのせてラップをかぶせて600ワットの電子レンジで8分加熱します。皮を一緒に加熱すると皮の赤い色がリンゴに移ってピンク色のきれいなジャムになります。リンゴの種類によっては色のつかないものもありますので、紅玉が手に入ったらぜひ紅玉を使ってみてください。加熱が終わったら取り出してラップを外し全体を混ぜ合わせます。リンゴの水分を蒸発させるためにラップをせずにもう一度電子レンジで5分加熱します。加熱が終わったら取り出して全体を混ぜ合わせ、そのまま置いて冷まします。冷めるとこんな感じで色が移ってきます。皮をすべて取り除いて、これできれいなピンク色のリンゴジャムの完成です。リンゴジャムを作っている間にパン生地が2倍になっています。粉を振った台に取り出していきます。生地の表面にも粉をつけてカードで4等分に切り分けます。切り分けた生地は表面にシワがないように丸めます。生地のガス抜きはせずに優しく扱ってください。丸めた生地の表面にたっぷり強力粉をつけて天板に並べます。このまま2倍になるまで置いてください。生地が2倍に膨らんだら、よく切れるナイフで生地の表面に十字の切り込みを入れます。表面の2、3ミリのところに浅く切り込んでください。このまますぐに220度のオーブンで20分焼きます。はい、こんがり焼き上がりました。
十字の切り込みがきれいに開いています。外側はパリッとしていて、中はふかふかと柔らかく焼き上がっています。全粒粉のいい香りがしてすごく美味しそうです。生地にしっかり味があるので、そのままで美味しいパンですが、シンプルなパンに甘酸っぱいリンゴジャムがよく合います。クリームチーズやバター、蜂蜜などを添えていただいても、さらに美味しく召し上がっていただけると思います。ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。